山田雅彦、山田雅彦、山田雅彦、1942年4月8日台は、日本の弁護士、政治家、農林水産大臣、第51代、衆議院、議員、後期、衆議院政治倫理の確立及び、公職選挙法改正に関する特別委員長、衆議院農林水産委員長などを歴任。娘の山田智子は、長崎県議会議員、 次男の山田勝彦は、立憲民主党長崎県連合代表。長崎県福江市、言語党市出身。長崎県立後藤高等学校、早稲田大学第一法学部卒業。1969年、司法試験に合格した。早大卒業後、故郷の後藤に戻り、10ヘクタールの土地を購入し、開墾。1972年に牧場を設立し、 代表取締役に就任。中華人民共和国の太夫から格子を輸入し、日本の食肉基地たる大牧場を作るべく奮闘するが、第一次オイルショックにより牧場経営が打撃を受けたため、長崎市に山田総合法律事務所を開設。弁護事業を営む一方、多角経営で牧場の再建にも取り組んだ。同時期、有機農業にも関心を示していた。 数年後に、牧場は、完全上等。1979年の、第35回衆議院議員総選挙を皮切りに、第38.39回に、旧長崎2区から立候補、第35回の未自由民主党を公認するが、いずれも落選。1993年、第40回衆議院議員総選挙に、新政党公認で、旧長崎2区から出馬し、 新党ブームの追い風に乗って初当選。1994年の新政党回答により、新進党決闘に参加する。小選挙区比例代表並立制導入後初めて、実施された1996年の第41回衆議院議員総選挙では、長崎3区から出馬したが、自民党の虎、島和夫に敗れ、落選した。 1997年末の新進党会党により、小沢一郎が率いる自由党決闘に参加。2000年、第42回衆議院議員総選挙に自由党公認で長崎3区から出馬し、再度自民党の虎島に敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、4年ぶりに国政に復帰。2003年の民吉合併により、 民主党に入党。同年の第43回衆議院議員総選挙では、長崎3区で虎島後継の谷川八一に敗れるが、比例復活により参戦。民主党の次の内閣農林水産副大臣を務め、BSE 問題に関連して、アメリカ合衆国からの総企牛輸入再開に反対した。2005年の第44回衆議院議員総選挙でも、 再度谷川に敗れ、比例復活で4選。総選挙の大敗により隕石辞任した岡田克也に代わり、民主党代表に就任した前原誠二の下、次の内閣農林水産大臣に就任。2007年9月には次の内閣厚生労働大臣に就任。2009年1月、大臣就任後は障害者、自立支援法廃止法案や後期高齢者医療制度。 廃止法案の提出に尽力する。2008年6月、民主党の農業政策を批判した、前原政治副代表に対し、前原政治副代表の暴言を求断し、その退場を勧告すると題したメールを、筒井信隆、篠原隆山田の連名で、民主党所属議員配信する。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、 長崎3区で初めて自民党の谷川を破り、小選挙区で5選、谷川も比例復活。同年9月に発足した鳩山幸男内閣で農林水産副大臣に就任する。2010年の宮崎県における公定期万延が発生すると現地本部長に就任した。2010年6月に鳩山幸男首相が辞任し、次期首相となった。 菅直人の組閣にあたっては、赤松博高農水省が、公定期間線拡大の責任を取るとして、再任を辞退。6月8日、副大臣の山田が昇格して、農水省に就任した。関と小沢一郎が立候補した9月の民主党、代表選では小沢を支持。関改造内閣での続投を希望していたが、再任されず、3ヶ月余りで退任した。 公認は、加のみ彦。農水省退任後、衆議院農林水産委員長に就任。2011年民主党代表選挙では、TPP 加盟に慎重な可能を支持していたが、TPP 加盟に慎重な姿勢に転換した、海江田万里の支持に転じた。9月、野田内閣発足に伴い、衆議院政治倫理の確立及び、公職選挙法改正に関する特別。 委員会委員長に就任。11月、小沢グループの一つ、一審会の顧問に就任。12月、新しい政策研究会の顧問に就任。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた、消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して、反対票を投じた。 民主党は7月3日の常任幹事会で、党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。この時、同じく反対票を投じた小沢らが決闘した国民の生活が第一には、参加せず民主党に残留した。11月16日の衆議院解散後、離党の意向を示し、11月19日には、 民主党に離党届を提出し、11月21日付で、除籍処分、山田と同じく、TPP に反対している無所属の亀井静香前、国民新党代表ともに、反 PP、脱原発、消費増税凍結を実現する党、反 TPP を決闘し、党代表に就任した。11月22日、同党と減税日本が合流し、減税日本、 反 TPP、脱原発を実現する党の結成を導いた。なお、新党では、河村隆氏と共に共同代表に就任した。しかし、11月27日に、加田幸子氏が県知事が、卒原発を旗印に結成した、日本未来の党へ参加を表明、翌28日の総務省へ、政党届出に際し、所属議員として、なお連ねた。12月1日、 東北代表に就任。同年12月3日には、米韓 FTA を見ると明らかに、アメリカ有利の不平等条約だ。これでは、韓国人が怒るのも無理ない。日本政府は、米韓 FTA をもう一度よく勉強し、協定内容をしっかり検討すべきだ。と主張した。しかし、米韓 FTA は、韓国経済外交の禁止党として、 韓国側に莫大な貿易黒字を生み、2017年にトランプ大統領に破棄を通告されて10月に改定行為させられたように、韓国にメリットが多い協定だった。12月4日公示の第46回衆議院議員総選挙に日本未来の党から出馬。12月16日に党開票され、長崎3区で谷川に敗れ、比例での復活もできず、議席を失った。 敗北理由について、立ち上がりが遅く工事直前になった、党の政策が浸透できなかったと述べた。落選後は、加田幸子らと行動を共にし、日本未来の党の会合などに参加している。2013年4月、第23回参議院議員通常選挙に、緑の風公認で、比例区から立候補することが決まる。同年7月、 参院選の比例区で、緑の風は1議席も獲得できず落選した。選挙に落ちてからは弁護士として TPP 交渉差し止めなどで活動している。2004年の民主党のメールマガジンによると、年金未納問題の際に、国民年金が8年10ヶ月間未納だった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。